たまには寿司でも食べるとしよう。回転寿司業界第1位、原価率 50% と言われているスシローに行った。お、順番待ちはタッチパネル式か。銀行みたいだな。今は創業祭なんてのをやってるのか。こっちも捨てがたい。いや待て、焦ってはいけない。流行る気持ちはお茶でクールダウンだ。粉末緑茶、これ好きなんだよな。熱々だ。さて、そろそろ食べるとするか。まずは卵が無難なところ。待てど暮らせど卵が流れてこない。よし、こうなったらタッチパネルで注文しよう。お、あった、これだ。注文確定と。タッチパネルの反応が悪いな。黄色いお皿に黄色い卵、黄色尽くしだな。まずは醤油をつけずに素材の味を楽しむ。うまい。さすが原価率 50% だ。これはきっとどこぞの高級卵に違いない。黄身のコク、そして出汁の甘さが口の中で踊り出すようだ。よし、ここからいよいよ本番。好きなものを気ままに食べるとしよう。昔のカーナビみたいな感度の悪さ、嫌いじゃないぞ。美しい、まるで家紋を思わせる見事なデザイン。何？今までさっぱりだった卵が急に流れ出したぞ。えい、迷ってる暇はない。他人に取られる前に確保だ。美しい。醤油でいただくとしよう。卵、いいね。待て待て、さっき取ったばかりなのにまた流れてきたじゃないか。これも確保だ。
醤油の塩気と卵の甘みが完璧に調和している。シャリのほぐれもなかなか悪くない。幸せすぎる。次は気分転換といこう。シャリに醤油をたっぷり染み込ませる。ストレートな醤油の塩気が心地よい。体には悪いかもしれないが、なんて贅沢な食べ方だろうか。最後の1個になってしまった。ごちそうさまでした。